何？へい。毒無効。もしくは、もう一段ジャンプ。全方向ダッシュ。今やあなたは、あ！おっす、荒野の把握、続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さ、続きでございます。黒服の男、こいつを倒そうと前回頑張ってたわけでございますが、ちょっとサブクエストを先にこなして、もうちょっとと自己強化をした方がいいのかもしれないということで、まあ数あるサブクエストの中から、今これはね、アノーライズっていうサブクエスト、これをちょっと進めている感じでございます。シースルーゴーグル、ああ夢のゴーグルやね透けて見えるらしいですよ。それを探しに来てるわけでございますが、このアンソニーヒルのどこかに、まあ、たどり着けばいいんやろうなと思ってるんやけど、それがどこかは、まだわからない。なので、まあ、とりあえず、行けてないところを進んでいこうかなという感じです。一旦ちょっと上の方、行って、から徐々に下に降りていく感じで進めていった方が行きやすいかな。あら、でも行けてないとこいっぱいあんのよな。あそこにたどり着こうと思ったら、まだもう一段階飛ばないといけないか。何か術が必要よね。あ、でん。意外とな、もう今の俺ならほとんどたどり着けるようになってるかなと思ったら、そうでも、あいつ、ないんよな。ちょっと待って、この先はなんもないな。はっ、ちょっと新しく行ける場所を探さねばいけねえんだが、どうやったらたどり着けるよ。かかれへんもんな。この辺ちょっとだけ高い。ひっ、いやー、難しい。攻撃できない箇所がちょいちょいまだあんのよな。この辺の謎を解かねばかん。これも無理やな。あんな秒でここまでたどり着けるわけがないから、時間むしろ時間を飛べる術を覚えないと無理よ。なんかこの辺あんのか。いや、あっち行ってからじゃないと多分無理やな。クリア方法がまだ見えない。
ここは何もなさそうやな。別の場所から行くしかなさそうです。ここから徐々に上がってってみますか。どうだ、この辺まだ行けてへんとこあるもんね。ここはただの通風口システム。気になるところはいろいろあんやけどな。どこで俺、横に行く技覚えたんやったっけな。どのタイミングから技覚えて新しく行けるようになったのかを忘れてきてもてるな。えで、あ、無理だ。2回飛べへんのよな。むずっす。の辺。こっちか。もう回復。金250。いや、ここやな。500をとりあえず貯めなあかんな。500貯めたら、いや、エネルギーのかけらも欲しいもんな。ここ全然来てないな。タイマーか。通れる。わ、またなんか。はっ、はっ、はん？はっ。見えんな。あそこわかんのか。あいちち。はっ。ここ。あ。2、1、0。あ、当たんのかい。成功。あ、じゃあちょ、うざ。あ、うざ。あ、ここで？うっすいっす。何が起こってんのかが。は、は、は。は？は？3、2、1、0。いや、当たるやん。さっきこっち行くか。危な。大丈夫それ。大丈夫。届け。よし、よし。こう。はい、こう。で、ガチャン。ルート的には合ってたっぽいな。で、は、は、はい。いけてる。こう、こう、いけるね。お金だけとかやめてよ。なんかあってよ。どこや？逆側に回ってきたんか？はっ！何か叩きました。うつ。
これでさっき行けなかったところが行けるようになっている。ちょっとはっ、ん？戻れなくね？あ？あれ？戻らして？はっはっ、ギリ。うん。上は？ない。よし、これでいけるだろう。行くでー。レーザー出てませんように。出てない。いいね。で？ん？何個もなんかあるな。これはレーザー出てたら無理やな。確かに。は。ん？降りてきてもうたで。こっちも行ってない。お、なんかゲッチュ。ドロップショットスキル発動で危険にあったとき直ちに浮遊スキルで、ああ、はいはいはい、うん、それは今さっきの感じで分かりましたけど。はい。普通にこ冬をこれでこれで止めろってことでしょ。あ、うつ、うん、で、こっちでした。ああ、だだだだだ、もう死ぬ、死んじゃうよ、死んじゃいます。お金だけか。これは一旦、違う、一旦ここにつながってこう。あぶね、むずはっ。よし、はい、あぶない、やめやめやめ。で、なんか能力がここに、あ、かけら、久しぶり。二つ目かな、まだ二つ目。でもこういうのを集めていけばガイル戦に勝てる可能性が徐々に高くなるよね。そういうことでしょ。広いけどさ、結局アンソニーヒルのどっかに新ベースの捜索、それがまだ見つかってないんよな。うわ、なんじゃここ。セーブ。これは突破可能なのか。ここ。くそ。ここ。ここ。ん？うい。こと、えつ。は、は、この辺。ん？三回分やらなあかん？は、は。は、は。あそこに、あそこに行きたい。無理なのかな。
さっ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 さ、俺がやりたいことわかるよね。一瞬止まれたぞ、ここ。ここ壊れた。これでズン、さっさ、アイテンサーイ、はい、俺の勝ち。で、創作ベースとかいうのはあります？お金とかばっかりやねんな。違う。はっ。うん。ぬん。え？ゼロってことは、時間内に行かなきゃいけない系があるってことだね。この辺通ってないとこもあるんよな。こうしてこっちから、あー、なんかあるな。2回俺はダッシュができるから、さ、せいせい、くそ、無理かな。さ、せい、あ、いける、いける、よし。で、来たことな、あ、戻るだけか。いや、来たことあるんじゃないの、ここ俺。あ、いったい。さっさ。熱。ん？トゥントゥントゥンじゃなくて。来たこと、ありそうやな。あれ？あるわ。どこよ、新ベースって。マジで。え？アンソニーヒルで新ベース。まさか、普通にこの辺のさ、ん、あいつ飛んだり瞬間移動したりすることができると。だが今度はしくじらない。この辺普通に修理してとかなわけはないか。関係なかったか。こっちは前来たよね、確か。前来て何もなかったやんな。違ったか。そういうわけではな。あ、ちょっと待って。いや、待ってるね。むずー、このゲーム。ただいま。あと行けてないのはこれの下の方。下なんてないやん。どっか行けそうなとこないよね。あ、なんかある。ここ。天才かよ。
うっす。こうだ。えい。あー。は、ここ。ここ。あれ違う、そういうわけじゃない。せっかくここに来れたけど、あそこで立ち止まる意味は別にないんか。ん？なんか、あ、こうの、こうこう、はっ、ザッザッ、よし、来た。なんかスキルくれるのやったら。お、スキルや。何？ヘイ。毒無効。もしくは、もう一段ジャンプ。全方向ダッシュ。今やあなたは、あ！あ、スキルボードにこのスキルをオンまたはオフ。ああ、これで、1、ん？ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。はい、来た。こういうことや。だから、さ、さ、さ。オッケー。これやわ。これで、行ける場所が多分めっちゃ増えるはず。あそこは通れないのね。あそこは通らせてくれないのね。ほら、一回分ジャンプ増えたわ、これで。オッケーオッケー。二回だってこれ、ゲージがあればダッシュできるってことやもんね。来たぞ。お前じゃない。これ取ってからやんけ。これ取ることで、今まで行けてなかったいろいろが、行けるようになるはずやから、違う違う違う。ちょっと一旦、出よう、ここ。うん。さささささささ。で、メルリンコート。一旦ちょっとネオ三宝戻ろう。だいぶこれでいろんなのがいけるようになるんじゃない？でもって、できたら500お金が溜まってくれたら、どこにアイテムがあるかが壁越しに見えるようになるから、ちょっとそれが欲しいんやけど。ほいほいほい、ほら3回分いけんもんな。どうよこれで。前なんかいけてなかったのどれや。それをただ覚えてないか。あ、でも全方向ダッシュを覚えたとて、ここは違うのか。はっはっは。さっさっさっ。ん？さっさっ。あ、いけるやん、ここ。そういうやり方がある。あ、カセットテープゲッチュー。スピーカーがあればこのカセットテープを聞ける。あ、うん、で帰りは無理やったやろ、今。案内所のビルから降ってきたんじゃ、危うく頭に当たるところだったでたく。スピーカーがなくて再生できてなかったのか。スピーカーは、どこにあるんやろ。でもって、今まで行けてなかったいろいろ。うん、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 うん。
どうどうどう。いや、これでもまだこの辺は無理なのか。どっか壁が開いてくれなあかんから、そういうことじゃねえのか。お前の答えを待っているぜ。アンソニーヒルのどこにいろいろがあるのかがちょっとわからんかったんだ。んー、にゃー、うるせえ。あん？あん？ここか。あれ？あ、いけた。なんやここ。昔なんか取りに来た俺ここに。あかん。何のためにここに。前来たことがあるのかが。八方向ダッシュ。でも、ここを開けるには向こうに行かなあかんねもんな。何が足りん？ここ前、うん、壁に穴が開くなら殴った時の感じが違うのよな。わあ、違うの？まだ今の俺じゃいけない？マジかよ。あそこの開け方がまだわからんか。くぅ。さあさあ。行かしてくれへんな。ここまで来たのに。特に何もない？醸造場。あ、何かがあっても、あ、ここ行ってなかったか。力？いっす。入って、こう、こう、こう。あ、あ？着地せなあかんのよな。ってことは一旦ここで耐えとけってことか。この下の足場ができるまで。着地。さっ。いける。めっちゃいけるようになってる。さあ、何かあれ。ん？酒はあるか？やん。兄貴、あの小僧にひどい目に遭わされたぜ。あ？肋骨のこと？ご本当？左足が折れて右目も見えなくなっちまい、あの場所に隠れて傷を癒しているところ。はあ。他はともかく今はただ兄貴の酒が飲みて、手配してくれるか。そうだ、俺んとこにまだコレクションがたくさん残ってる。暇な時に持ってけ。あと、あのクソガキには絶対いい目に合わせてやってくれ。パスワードはお前の誕生日だ。わかるだろう。太っちょ。ああ。はい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 。あ、ここに来んにゃ。太っちょのなんか、空いてないところあったな。でも太っちょの誕生日って何？そこは
聞いてない気がするけど、誰か教えてくれたりすんのかな。3番手とかが教えてくれたりする。いやー、ここも結構行けてないとこいっぱいあんのよな。ただこれがまた前の時とは一味違う私に成長したかな。はっ、それは避けられへんのね。はっ、おら、目には目をなんかゲットしましたよ。この辺の下、あー降りれた。へー、前より前の俺とは違うぜ。こら、あ、ごめん。当たんのか今で。イエス、お金かい。で、上にもなんかあるかな。あ、久しぶりにイララコさんかな。イネステクノロジー、かなりイラ立ってらっしゃるようですね。いらない、問題ありません、頑張ってください。50回死んだよな俺な。いやー、でもいい感じに新しいところどんどん進めてってるからまだ大丈夫よ。そこまで苛立ってはないよ。え、こ、あれ、ここ、あれ、どこやったっけ。あれ、あれ、あれ、さっき降りれたよね、さっき。ん、あ、ここ、あの提灯が目安というか合図になってたのかな。これダッシュで、あ、いけるね。ダッシュでいくそ、あははは、こっから。あ、負けん。はっは、はい、来た、はい、来た。んで、セーブ入った。ちょっと待って、こっちもなんか、あー、いけないのね。来るだけ無駄だったね。はっ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 、いいね、8方向ダッシュのおかげでマシには大。ここで、あ、どっちに、あ、こやな、はいはい、あ、今、何それ、あ、いけない、邪魔せんといて、おい、それはイラつく、空振りイラつく、ちょっと当てさせて、うん、なんでそんな食らうの。今、はいはい、来た、こうこうこうで、こう、はい、来たよ。
これは？ん？こうして？何が動いてる？これが降りてきた。あん。行こうか。あ？あ、行った。ここ。違う？あ、そういうことか。で、きち。今。もう何がどうなっとんや。もう一回、あ、戻ってきてくれ。あっち側のやつ、戻らねえのか。こっち行くのか。あ、これでここがナビゲーション失敗。こいつどうやったら喋ってくれるというか物事が進むんやろうな。わっ、さっさっさ。ああ。どっかからたどり着けるっぽいぞ、あれ。もうわからん。重罪。いやー、いろいろいけてるようにはなってるけど、このスキルみたいに取っとかないと先に進む攻略になるようなもんがあるのかどうかやな。別にそない取らなくても的な能力もあるやろうからな。だな、この提灯。謎のままやけど、お金は342まで来てるよ。いや、でもまだどっか新しく行けるところ探さないと。ここ違う。このでも提灯がさっきあったところで上に行けたよな。なんかな、ちょ、ここまさかの適当にたまには行ってみるもんやね。はい、横にもう殴れるから。で、まさかのまたお金だけパターン。まだ前は行けなかったけどみたいなのがこの辺に。あ、ここ違う。あれどうやって取んねや。それどこや。
え？マップ的に地の方、あ、あるわ、ここか、こっちもかい、あんのかい、あ、あ、ブーン、違った、おい、あは、やば、こう。どうよ、はい、ここ、あ、HP アップだ、よし、いよいよ探索してよかった、 HP アップは普通に探索してよかったよね。これであの黒服男を倒せる可能性が上がるってもんですよ。バハン、はあ、来たね。この辺はいいね、全方向ダッシュのおかげでだいぶ探索がはかどってますわ。次はあそこやな、あそこに1個なんか取れてないのがあるのよね。ずい、いいね。でこれももう取れるよ、はい、18個目、18個目来たから3番手のあそこも開けれるようにこれでなる。能力アップのやつは多分俺マップに見えてんのよな。あー、こういう基本的なところ、火力アップくれ。お、フックの長さいいよ、これで、いけて、なかったっぽいところ何個かあったからな。やるやんけ。やるやんけ、お前。はあ。うい、うい。ロボットコック。うん。いいね。マップも、埋まったんじゃない？野球14か。まだ行けてない場所がちょいちょいありますけど、ほぼほぼでも行けてきた。あとはあそこ、さっさっさっさ、どいてどいて、はい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 、前より火力上がってるからな俺は。これで違う、こっちのここ降りて、あれ、あんなところにああいう系がマップには映らへんからな。ここです、はい、あ、紫来ました、染料、また色変えたらなあかんな。で徐々に徐々に色々新しいの取れてってるで。でここ、はい、このマーク、知識を守るのはみんなの責任、我々と共に参加を、ある組織の宣伝冊子らしきもの、
真ん中の変な記号が廃墟の壁で、よく目にしたあの記号に似ている。ああ、インタレスティング。この記号は前にいろんな壁で見かけたことを、見かけたあの落書きに似てる。ある組織がメンバーを募集しているようだ。これでなんか新しく行けるようになったりすんのかな。戻ってきた。あとあの場所だけ埋めれてないな。埋めてやりたいな。セーブじゃない。こっちの行けるかな。あそこさっきでもだいぶ難しかったよね。から伸びて、ここやな。上に行きつつ、普通にこっち？いや、おうおう、なんかあった。あー、なるほど、そんなか。あ、でもこれであれ98、どこがいけてないやと。え、マップ全部埋めたけど、取れてないアイテムがどっかに残ってるから98ってことかな。あ、多分そういうことやんな。なんか俺アイテムを取ってないんや。でもマップは多分埋めれたと思うから、まあまあ、お金が500円貯まったら多分どこに取りこぼしアイテムがあるかが見えるようになるはずやから、それが出てきてからでいいんじゃないかな。あ、あともうちょっとって感じなのね。いいでしょう。いい感じにレベル上げつつ探索はできているはずだ。離れる。帰ってきました。何しようと思ったっけ。一旦家帰って着替えるか。紫、あ、いいね。あとはさっきあの変な記号のやつの読み物をゲットしたから、アンソニー・ヒル、あの記号あったよね。あれのどっから行こう。
ここでいいか。それでワープ。んー、ここ。これで、あー、なんかでもインタラクトできるわけじゃないのか。むしろこれいけるようになったかな。いやー、まだ無理やな。タン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 、サン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 。じゃあどうやっても、2秒であんなところまでたどり着けるわけがないもんな。むずい。むずいけど楽しい。いいでしょう。一旦全方向ダッシュをなんとか手に入れることができたので、ちょっとこれでまた様子見てみようかなとは思います。まだまだ数多くのサブクエストがあるんでね、ちょっとアノーライズ早くゲットしたいけど、先に別のやつをやった方がええんかな。そんな感じでございます。ということで、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。頑張って全クリ目指します。それではまた、よろしくどうぞ。